チェン隊長からの重要な依頼です。郊外にて警備任務に当たっているロドスの簡易拠点へ届けてください。配達の条件は3つ。午前0時までに届けること、水平を保つこと、強い衝撃を与えないこと。物騒な注文じゃねえか。理由は？内部機密です。中身は？機密です。わかったよ、黙って仕事するさ。そういえば、また先日もマフィア相手に暴れたそうですね。耳揃えてきっちり弁償しただろうが。くれぐれも荷物には影響のないように。ではロドスの皆さんによろしく。こんなところに一人で来ちゃダメだ。家に帰りな。お家なくなった。家族は？一人みたいだ。うちは迷子センターじゃねえよ。行くぞ。あのな、ジョーちゃん、いいか、俺たちはプロの運び屋なんだ。運んでもらいてえなら相応の対価ってものを。合流地点まで走るぞ。死んでも荷物は落とすなよ。ジョーちゃん、死にたくなければここに隠れてな。行くぞ。このままでいい。エクシア、安全運転で頼むぜ。了解。ボス、人間の配達なんて珍しいね。どこ？おい、隠れてろっつっただろうが。どうするんだ？どうすんの？下ろすのか。ボス。たくしょうがねえな。おめえをどうするかは仕事が終わってから考えてやる。ぐずったら放り出すからな。この辺りだよ。鬼ごっこの続きだ、エクシア。安全運転で頼むぜ。オーケー、ボス。私テキサスが運転してる方が好きだ。ありがとう。安全運転つっただろうがよ。今度こそ隠れてな、ジョーちゃん。こりゃ完全に打つ手なしだな。
ゲームオーバーだ。おめえらがな。邪魔するぜ。確かに受け取りました。俺が口出すことじゃねえが、こんな日にまで武器の支給とは、あんたらも落ち着かねえな。武器？ん、待ってください。さっきから何か聞こえます。これは逃げろ。ハッピーニューイヤー。彼らは気に入ってくれたかな。隊長からの粋な計らい、喜んでいるはずです。とは言っても、忙しくてお前に全て任せてしまったがな。梱包作業までしてくれたそうじゃないか。はい、完璧です。紛らわしいことしやがって。ホシグマ、お前ってやつは本当に。は、召喚の任務遂行に不手際がありましたでしょうか。いや、感謝してるよ、ホシグマ。ケーキですね。おめでとうございます。ありがとう。ロードスに保護してもらえてよかったね。あいつら知り合いだったのか。チェルノブーグにいた頃何かあったみたいですね。ふん、運よく生き延びたわけだけどな。幸運はそう何度も続かねえぞ。いや、あの子は結構したたかだ。ボスを出し抜いたわけだし。わあ、そらすごいわ。でボス、悔しかったんでしょう。うるせえね、帰って酒だ。ペンギンのおじさん。ああ。ありがとう。またね。ったくしょうがねえな。今日の支払いはツケにしといてやる。